コスプレ外人と感覚変わらんと思う今の日本人、うん、変わらないかも、うん、衣装です衣装ドレスアップ、だって俺着物着て歩いとったら日本人にラストサムライって言われるんよそうやなお前が言うなよと思ってお前もサムライやろお前の国の着物やろやと思いながらちょっと悲しくなったいわくで着物のリサイクルをやってます新井と申します。まあ和物やったら何でもあります。男物も女物も小物も全部あります。あるものをの中からピックアップして買うんじゃなくてそれ全部買うから、ここ物いっぱい入れたらパンパンになるからな。携帯とタバコと財布とこことここ、うん、あここ、うんうんうん、に物を入れてある。若い世代かなにもっと来てもらえたらいいなと思う。着物やからなんか決まりあるし怖いしどうのこうのじゃなくて、洋服みたいに本当自分の好きなものをまず手に取って合わせてみて着ればいいと思う。安いのは本当1000円ぐらいからあるし、高いのっつってもうちではこんなもんある、10万台ぐらいまでかな。今の仕事はそのリサイクル業から着物を買い取って、でそれをまた新しい人に届けるのが仕事だけど、これをベースにできれば自分でいろんなものを作ってみたいと思っている。一応やっぱりカテゴリー的にはその伝統工芸ってものが携わってるものがすごく多いから、実は国はやっぱり守ってかんなものってなるから完全になくなることはないと。これからも急激にみんなが着物を着るような時代もないと思う。